サバー王国はかつてアラビア半島南部に存在した国家。首都はシルワーフ、マーリブ、南アラビアの非文資料に初めて現れた国家である。サバー王国の成立時期は紀元前8世紀末に遡ると考えられている。王国の時代区分は紀元前750年頃から紀元前500年頃のムカリブ時代と紀元前500年頃から 紀元前115年までのマリク時代に大別される。七代目のオースムフアリまでは、そうを意味する、ムカリブあるいは、マクルーブ。八代目の君主カリバイル渡る以降は、王を意味する、マリクが、君主号として用いられていた。さ、バーの故障は、紀元前八世紀に、初めて登場する。まず、紀元前八世紀半ばにユーフラテス川中流のスフの、王がタイマーとさ、 バーの対象を襲撃したという記録を残す。ついでアッシリア王ティグラとピレセル3世の年代記の複属功能した所属のリストの中でさ、バーの名が挙げられている。アッシリア王サルゴン2世の年代記では、紀元前716年5年に同王が行った遠征に際して、サバージンイターマルから貢ぎ物を受け取ったという記述がある。 また、センナケリブ治世の紀元前685年には、アッシュール氏の新年、祭り神殿混流記念碑文の中で、サバ・オーカリビルが宝飾品と香料を献上した旨が記されている。これらの記録が、南アラビアに王国が存在していたことを証明する、最古の資料となっている。2005年にシールワーフで発見された石碑から、サルゴン2世に功納した王は、 イサーマール・ワタルと考えられる。また、センナ・ケリブに奉納した王は5代目のカリバ・イルバ人、あるいは6代目のカリバ・イル渡るのいずれかと推定されている。かつてサバ王国の首都シルワが存在した場所には、アルカリバと呼ばれる集落の一石が存在し、集落を取り囲む城壁はムカリブの一人である、ヤダイルによって建造されたことが伝えられている。シールワーフの石碑によれば、 サバ王国の派遣は、紀元前8世紀から紀元前7世紀にかけて、イサーマール・ワタルとカリバイル・ワタルの二人によって、確立されたと考えられる。イサーマール・ワタルは、アウサーン王国と結んで南部のカタバーン王国を下し、北方のジャウフ地方のカミフナを打つ。さらに、南部の高地に転じ、ダハスから6000、ルアインから4000の戦死者を出したという。 その後に王位についた、カリバイル・ワタルは劣勢となった、ハドラマウト王国、カタバーン王国と結んで、かつて同盟国であったアウサーンを破り、アウサーンの町と、水利施設を破壊した。アウサーン側から1万6千の戦死者が出、4万人が捕虜となったという。その後は、ジャウフ地方に転じて、ナジュラーンまで進み、ムハーミル族とアミール族を破って5千人を殺戮し、 一万二千人の捕虜と二十万頭の家畜を得たと記録されている。カリブイルワタルの遠征は八度に及び、ハドラマウトとカタバーンはサバア王のムカリブとしての権威を認め、ジャウフ地方の諸都市は衛星国とされ、旧カタバーン領の多くはサバーに併合された。紀元前千年期前半のサバー王国はサバー人の居住地域を越えて多くの民族を支配し、その性質を 連邦や帝国に儀する研究者も存在する。アラビア半島対岸のエリトリア、エチオピア北部にはサバーとの強い関係を示す遺跡、碑文が存在し、サバーと同じ建築様式、文字、神殿の主身が確認されている。こうした発見から、紀元前1000年期前半にサバー王国から東アフリカへの大規模な移住が行われたと推測され、 また、紀元前5世紀から紀元前4世紀にかけて、東アフリカに存在した国家の君主は、現地民であるダーマトと移民のサバーを統治するムカッリブを称していた。紀元前6世紀になると、商業国家、マイン王国の勃興やシンバビロニアをナボニドスのテーマ支配などにより、サバー王国の覇権は、次第に陰りを見せ、ムカッリブの称号も、 ハドラマートやカタバーンの王に奪われる。マリック時代に入り、シルワーフの東方に位置するマーリブに首都が移る。当時サバー王国は、東アフリカ、東アラビア、メソポタミア、インド洋世界との海上交易で利益を上げ、主要な商品として香料が扱われていた。王国は、香料貿易とマーリブのダムに代表される、灌え農業を、経済の基盤として発展していき、 国が蓄えた富がシバの女王の伝説を生んだと考えられている。紀元前2世紀にサバーはマイン王国の一部を併合する。一方で、紀元前2世紀はセレウコス朝にシリアを奪われたプトレマイオス朝が航海ルートの開拓を推進。ギリシア系エジプト商人の航海、インド洋への進出が進み、アラビア半島を経由する内陸交易が衰えた。さらに、 紀元前2世紀後半にはアラビア半島全体でベドウィンの活動が活発化しイエメンの政治、経済の中心は内陸部のオアシス地帯から高原部に移っていく。紀元前2世紀から1世紀にかけてカタバーン王国から離脱した高原地帯の諸部族がヒムヤル王国を形成。エルトラー海案内記などによれば紀元後1世紀にヒムヤルとさ、バーガー、 半世紀以上にわたって、同訓連合を形成していたという。起源後には、サナーなどの西部高原の都市の重要性が高まり、北方の諸部族の影響力が強まった。王権を主張する複数の部族集団の間で内戦が起こり、長期かつ散発的な内部構想の末に、王国は衰退していく。サバー王国は、ヒムヤル王国、ハドラマウト王国と、 南アラビアの支配権をめぐって争い、エチオピアのアクスム王国が後海を越えてアラビア半島に進出する。2世紀末にはアクスムと結んだサバー王、シャール・アウタルが一時的に南アラビアの覇権を握るも、275年頃にサバー王国はヒムヤル王国に最終的に併合された。 サバー王国では異なる文化に属する諸部族を精神的に統一するため宗教が利用されていた。他の南アラビアの国家と同様にサバー王国でも月の神を頂点とする天体信仰が主流であり、シルワには月の神アルマカフを祀る神殿が建てられていた。アルマカフのほか、アラビアの他の部族と同様にアスタルという神が多くの神殿の主神として信仰されていた。 支配者とその近親は、ラウズ山やシルワーフなどの土地でアスタルを祀る共演を取り行い、ラウズ山の山頂付近にはテーブルとベンチが設置された宴会場の遺構が存在する。サバー人、彼らと同盟関係にあった部族は、サバーゴヨミやブハイガツにアルマカフを祀ったマーリブのアワーム神殿を巡礼し、巡礼は部族連合の関係を強化する機会を提供した。 サバー王国は、旧約聖書中に現れる、シェバの地の王国と、同一視される。5世紀の歴史家フィロストルギオスは、教会史でヒムやる王国の住民がかつて、サバ人と呼ばれ、この地の女王が、ソロモン王に面会するため旅立ったことを記している。しかし、聖書内のシェバを、古代セム文明に属する南アラビアのサバー王国と、同一視する見解に異論を投じる。 研究者も存在する。イスラエル・フィンケルスタインとニール・アシャー・シルバーマンは、サバー王国の成立時期を紀元前8世紀以降に定めており、シェバの女王の物語は紀元前7世紀に作り出されたものであり、アラビア交易へのユダヤ人の参入の正当化を主張するための物語であると説明している。 ケネス・キッチンは、マーリブを首都とする王国が存在した時期を紀元前1200年から275年の間に定めている。20世紀後半に行われた発掘調査と非文研究の進展の結果、ソロモン王と対面したことで知られているシェバの女王の史実性は多くの研究者から疑問視されている。ソロモン王が在位した紀元前10世紀に、 サバ王国は存在していないと考えられており、南アラビアに女性君主が存在した資料の存在も確認されていない。ありがとうございます。